サッカースロベニア代表は、スロベニアサッカー協会によって編成される、スロベニアのサッカーのナショナルチームである。1991年に、ユーゴスラビアからスロベニアが独立し、サッカースロベニア代表が誕生した。スロベニアは1991年6月25日に、ユーゴスラビアから独立を宣言したが、その直前の6月19日に、スロベニアのムルスカ、 ソボタで初試合を行った。対戦相手はスロベニアと同時にユーゴスラビアから独立したクロアチアだった。スロベニアの国土は山勝ちであり、そのためウィンタースポーツ、特にアルペンスキー競技が盛んに行われていた。一方で相対的にサッカーの人気は低く、旧ユーゴスラビア構成諸国家の中でも 比較的ユーゴスラビア代表に排出した人数は少ないものであった。そのため、スロベニアは他のナショナルチームであるセルビア・モンテネグロ、クロアチア、ボスニア・ヘルセゴビナ、マケドニアに比して実力がないであろうと捉える向きが多かった。その評判通りで相性の悪さも手伝ってか、1991年にスロベニア代表最初の試合が行われて以来、 2005年12月に至るまでスロベニアはこれら、旧ユーゴスラビア構成諸国か4つの代表に対して一生も、挙げていなかった。その中で、実質的な初代代表監督を引き受けたズデンコ、ベルデニックの当面の仕事は、UEFA ユーロ96予選、そして 1998FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選をどう戦うかというものであった。ワールドカップ出場経験がある、 中盤の金メタルスレチコカタネッツが代表を引退し、カタネッツに代わってスロベニアの顔になったのは攻撃的な役割を担うズラトコザホビッチであった。ユーロ96予選の滑り出しはホームながらイタリアを相手に引き分けという妨害の出来であったが、イタリア以外にエストニア、リトアニア、ウクライナ、クロアチアが入ったグループで3勝2分5敗と大きく、 負け越して予選を終えた。続く 1998FIFA ワールドカップ予選はギリシャ、デンマーク、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナと同組に入り1分7敗という成績で再開となった。1998FIFA ワールドカップ予選を再開で終えたスロベニアに対しての評価は当然であるが、それほど高くはなかった。 UEFA ユーロ2000予選にあたってはノーマークであったと言ってもいいほどであった。そのような状況の中でベルデニックに代わって監督を引き受けたのがカタネッツであった。カタネッツ監督が率いる新生スロベニア代表はギリシャ、ノルウェー、ラトビア、グルジア、アルバニアのグループをユーロ2000の予選を5勝2分3敗、ノルウェーに続く2位でグループリーグを終了し、 プレーオフに望みをつないだ。プレーオフは、ウクライナと対戦して、ホームで2から1と勝利し、アウェーで引き分けたことによって、本大会進出を決めた。元来、スロベニアはサッカーが、それほど盛んではない国と捉えられており、直前のワールドカップ予選では散々な成績だっただけに、欧州選手権本選出場には、多くの人が驚いた。欧州選手権本では、 ユーゴスラビア、スペイン、ノルウェーと同組になり、スペインに1-2で負けたのみの2分い敗であったが、2002FIFA ワールドカップに向けて注目のナショナルチームとなった。2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、ロシア、ユーゴスラビア、スイス、ルクセンブルク、フェロー諸島と同組になった。実質的に、ロシア、ユーゴ、 スロベニアの参加国で予選突破とプレイオフ進出の椅子を争う内容であった。このグループでスロベニアは5勝を5分の2位で通過し、プレイオフに回った。そのプレイオフでスロベニアと対戦したのはルーマニアで、ユーロ2000のプレイオフと同様ホームでの試合に先勝して、アウェーで引き分けに持ち込むという方法で、プレイオフを通過し、ワールドカップ本大会への出場資格を獲得した。 本大会では、グループ B で、スペイン、パラグアイ、南アフリカと同組になったが、結局参戦全敗で大会を後にした。だが、スペイン戦の後、カタネッツ監督とザホビッチの確執により、ザホビッチがチームを離れたことも大きな痛手となった。なお、この大会で、スロベニア代表に選出されたジェリコ・ミリノビッチは、開催国である、日本、 韓国両代表の選手以外でどちらかのリーグでプレーする唯一の選手でもあった。UEFA ユーロ2004予選はグループ2位でプレーオフに進むもクロアチアに敗れた。その後は低迷し 2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選は4位、UEFA ユーロ2008予選は5位で予選で敗退した。これにより 2010FIFA ワールドカップ、 ヨーロッパ予選のシードでは5番目のポット E まで下げられ、チェコ・ポーランド、北、アイルランド・スロバキアさんマリノと同じグループに入った。ところが、下馬評で有利と思われたチェコとポーランドが勝ち点を積み重ねられずその結果、首位で通過したスロバキアに次ぐ2位で、プレーオフ進出を決めた。なお、第5シードのチームが、プレーオフに進んだのは、史上初で、第4シード、 第5シードが上位を独占したのも、史上初である。プレーオフでは、フース、ヒディンク監督率いるロシアと対戦し、戦力的には不利とされるチューアウェイでの、第1戦では2から1と敗れたが貴重なアウェイゴールを上げた。ホームで迎えた第2戦では1から0と勝利し、結果はアウェイゴールの差で、本大会出場を決めた。ヨーロッパ予選プレーオフで初めて第1戦で敗れた。 チームが逆転で突破した。本大会では、グループ C に入り、イングランド、アメリカ、アルジェリアと同組になった。第1戦のアルジェリア戦では、ロベルト・コレンの得点で1から0で破り、スロベニアとしてのワールドカップ初勝利を挙げた。次の第2戦のアメリカ戦では2の2で引き分け、第3戦のイングランド戦では23分に失点を、許してしまい0から1で、 リードされるも同時に進行していたアメリカ対アルジェリア戦がゼロのゼロのまま進んでいったためスロベニアの決勝トーナメント進出の可能性が残されていた。しかしアメリカが後半のロスタイムにランドン・ドノバンが決勝点となるゴールを決めて1から0で勝利を収めたことによりスロベニアの初の決勝トーナメント進出はならなかった。なお、 全日本代表監督のイビチャオシムがワールドカップ前に出した著書の中でスロベニアがサプライズを起こしても何の不思議もないと潜在能力を評価している。その後の UEFA ユーロ2012予選、2014、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、UEFA ユーロ2016予選、2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選でも敗退が続き苦戦している。 2019年6月10日現在、ありがとうございます。